水島臨海鉄道乗り場倉敷市駅は、岡山県倉敷市町一丁目にある、水島臨海鉄道水島本線の駅である。駅番号は、MR0、短式ホーム一面一線の地上駅である。水島臨海鉄道水島本線の駅では、唯一の終日有人駅。4階建て中輪場の1階にあり、改札口、駅舎は、西日本旅客鉄道の倉敷駅とは、 独立している。出入り口手前は片側がスロープになっている。駅舎内の改札口前は待合室となっており、駅窓口と2機の自動券売機がある。また2014年11月19日に駅舎内にレンタサイクル店、県彩り館がオープンした。北東に JR 西日本の倉敷駅が隣接しており、歩いて約1分。ペデストリアンデッキから 倉敷式プラザ西ビル2階の北側通路を通って、階段から、もしくは、地上の歩道を伝って結ばれている。駅周辺については、倉敷駅駅周辺を参照のこと。1日平均乗車人員及び、乗降人員の推移は、下記の通り。水島林海鉄道 HP、新着情報、2014年11月19日、倉敷市駅駅舎内に、 レンタル自転車専門店、県色ン彩り館が新店オープンいたします。会社遠隔、水島林海鉄道商子、ありがとうございます。